ックストロット第2ヒート。お姉ちゃんの衣装綺麗だね。うん、千夏ちゃんが辞めた時点で秋も辞めるもんだと思ってたよ。うん、20番情感たっぷりね。でも苦悶の表情はフォックスにしては重いんじゃないかしら。ダンスが絡めば千夏は私を見てくれる。私がダンスをしてさえいれば。私ダンスなんて好きじゃないもん。スタイル維持のために続けてるだけ。今は千夏がぼっちでかわいそうだから同情して組んであげてるの。はいはい、光栄すぎて腹痛で吐きそう。千夏、お見合い全然うまくいってないらしいじゃん。ダッサいよね、三笠の宮杯に出るとか言ってたくせに。何？あんたこそ好きでもないダンス続けるなんてド M。千夏のせいで私は劣情まみれ。私にとってのダンスは千夏のそれとは違う。ダンスさえ続けていれば一緒にいられる。私さえやめなければ。それなのに。あ、そうそう、千夏ちゃんダンスやめちゃったんですって。あ、嘘。中3の冬、千夏が辞めた。この試合、私が出たら兵道組の隣に立てるかな。なんだ、その程度だったんだ。だった。あいつらと同類。あんたも負け犬じゃん。人に散々劣等感植え付けておいて、私がどれだけ。やばい、裾が。なんの、千夏。千夏。この先私たちもいっぱい大会に出たいね。どうやってあんたに絡めばいいのよ。お待たせいたしました。なあ、俺はまだダンスをやめたくないんだ。趣味でもいいから。無理よ、来年は雛子の中学受験があるんだから。うん、ありがとうございました。250円のお釣りになります。ミネさん、ダンスやってるんですよね。私パートナーどうですか。組んだ理由はカッとなったから。9月の仙台グランプリ応援に来てよ。私たち三笠のシード狙って準決勝に残るつもりだから。ねえ、私今あんたよりも優位に立ってるわよね。悔しいでしょ。私を任したいでしょ。が絡めば千夏は私を見てくれる。クイックステップ第1ヒート。そしてまた私から離れてダンスが夢中になっていくんだ。あったって思う。なんで？しっくり来ないのよ。
明らかにバラけてたよね。ていうかクイックステップなのに殺伐としすぎじゃね。ぬっあっごめんたたら、わざとじゃないから。何今の13番変な声出さなかった？あの、先ほどは偉そうなこと言ってすみませんでした。いえいえ、お気になさらず。私、こういうの慣れてますから。家内と踊っていたときは、それはもう夫婦の危機になるくらいなもので、もちろん向こうの方が強いんですけど、なんだか13番の彼女を見てると房子に似てませんか？かすりもしねえよ。あ、ルックスの話ではありません。気が強くて頭のいいところなんかです。私と房子は大学の競技ダンス部で先輩にカップル組まされたのですが、割と険悪で、しかしカップル解消はできないまま2年以上我慢してたんです。だからあの二人を初めて見たとき、カップル解消は時間の問題だなと思ったんですが、杞憂でした。子供らしい顔をして、でも甘さだけが抜けている。彼らは僕が思ってるよりもずっと大人だった。楽しむものだって言ってたんです。でもほら、私ってご一緒します。クイックステップ第2ヒート。お父ちゃんたち出てきたよ。どうだ？初めから終わりまで、ちーちゃんはアキラさんたちを目で追っていた。表情はどこか柔らかくて、何かを懐かしがっているように見えた。お母さん、友達できたよ。アキラ !20 番！お父ちゃんかっこいいね。え？そう？あら、焼いてらっしゃる？うわあ、ご冗談を。でも少し羨ましいですね。この非日常をやめなければよかったと後悔してしまうくらいには素敵に見えてしまいますよ。久しぶりにダンスが楽しかったね。ちなつ、準決勝まで1時間くらい？お腹空いたな。そういう子よね。私、チョコ持ってきてるよ。僕はがっつり食べたいな。あんまり食べると。ねえ、知ってる？友情ってシャボン玉より壊れやすいんだよ。そのハテナ顔やめてくれる？じゃあタタラ、どっか手近なところに食べに行こっか。
見えてる。ちょっと汗ベタベタで気持ち悪いの。そういうさっぱりしようってなところぐらい。バナナか。文句言わないの？もう夫婦間の秘密はなしですからね。いやいや、それね、ひなこもダンスを始めたいんですって。ダメだ、ひなこは可愛いから変な男に目をつけられてしまう。タタラくん、千夏がどうも。あ、はじめまして。今日は君のおかげでいい写真がたくさん撮れそうだよ。千夏にドレスを着させてくれてありがとうね。いえ。このままウェディングドレスまで頼むね。ん？お酒入ってます？タタラくんのご家族は来てるかな？ご挨拶差し上げたいんだけど。来てません。でも友達が来てくれてるみたいで。とか言ってるけど誰からも連絡もらってないんでしょ。何？白状な友達だな。よし、私たちが君の友達の分まで応援するから頑張って。そんな寂しい思いはさせないから。友達が白状だからって気にすることないんだぞ。あ、はい。じゃあ応援よろしくお願いします。兵道くん？あ、そうだ、タタラに連絡入れんの忘れてたで。もしもーし。カシ、今日来てるんなら来てるって教えてよ。君ってそういうところあるよね。なんか変な音聞こえっけど、どうしたん？それは、兵道くんが。どういうわけか、ずぶ濡れで僕のドライヤーを。まっせえ！ドライヤー会社だから動くなって。兵道くん、熱い。辛く火傷するよ。うるさいな。準決勝は予備の塩ビ切ればいいだろ。予備なんて持ってないし。ねえガシ君、ガシ君、ねえ、切られた。あの兵道くん、せっかく来てくれたんだし、何かコーチとしてアドバイスとかないかな。そうだな。じゃあ俺も聞きたいんだけど、お前は自分と他人の区別がついてるか？何言ってるの？何って、そうだな。試合なんて外野が何言ったって選手は勝手に生きたり死んだりするものだから。全然アドバイスになってないよ。もっと具体的なのない？しょうがないな。よっこら。ちょっと何乗ってんの？せっかくだから。はぁ？だってほら、お前はアドバイスがどうのって言っただろ。だから何？肩甲骨を剥がしてやろう。あのごめん、今なんて言った？ああ、つまり筋肉をバラバラにしてあげていいかなって。本当に何言ってるの？ダメ！それ確実に試合に支障が出るでしょ。遠慮はいいって。ひどいことになる予感しかしないんだよ。うるさいな。スポーツ選手は老後以外を怖がるんじゃない？じじゃん、助けて。野球の定食といえばバナナよね。バナナ、あらぶらない。ああ、バナナに夢中か。なんだ、信用しろって。兵道くんのアドバイスって、正直言って身になった試しがない。うっかり卓球とか肉離れとかさせられでもしたら。痛くない？絶対嘘。ダッカン！あれ、ジンジンしてるけど痛くない。当たり前だろ、ただのストレッチなんだから。
若けりゃ癒着も少ないしな。じゃあ次、逆肩行くぞ。ねえ、これ何の意味があるの？股関節。股関節。次は足をやるから。ヒョド君、もうやめて、地獄だよ。すみません。まあ私は分かってたけどね。二次でチェック一つ落とした時点で、なんだっけ？ミカサのシード権狙ってるからグランプリ仙台に応援に来いって言ってなかったっけ？このポテッとした下っ腹が。僕らも一点落としてる。なんだこの感じ、このどんよりとした感情は。ねえねえ、このドアのガラスに映ってるカップル、マジ美男美女。ヘイヘイ、それは俺たちだぜ。やっぱー、永久優勝しちゃったらどうする？にゃー、今日のお前のドレス、ときめきフルチェック。バブバブ、落ちればいいのに。どうしたんだ僕、人のミスや不幸を願うなんて。そういう。僕がもっと動ければ。たった一つのチェックが欠けただけでこんなに心が揺らぐなんて。大丈夫ですか？これタバコ、あそこの人からもらったやつでさ、やっぱ苦いわ。なんでタバコなんか吸ってるんですか？あれ、戦士でも結構吸ってる人いるんだ。意外だ。俺タバコ嫌いだから。はい。スポーツマンだから。じゃあどうして吸っちゃったんですか？うるさいよ。藤田君も気分転換？あ、はい。でも今日釘宮さんがいてくれて本当に良かったです。おかげで気分転換できました。僕一人だと考え込んじゃうから。藤田君、そういうこと言っちゃうんだ。え、うかつだな。ゼロサムゲームなんだよ。ダンスの試合ってのは1ヒート中の総得点の分母が決まってるわけ。審査員一人一人の持ち点もしかり。わかってる？本戦は取るか取られるかのゼロサムゲーム。君の勝ち点が俺に吸われてるってことを忘れちゃいけないよ。準決勝を開始します。1種目目、ワルツ。ここから先はゼロサムゲーム、点の奪い合いだ。まだ背中がズキズキしてる。ストレッチで触れられたところ、全部スカスカだ。足の付け根も腰回りも違和感だらけで気持ち悪い。この大事な時に何余計なことしてくれたんだよ、兵藤君。道に迷ったような顔をする。準決勝全1ヒート、5種目連続、各種目1分15秒。12組が一堂に踊り決勝に進めるのはこの中の6組。あ
来るわよ。来るかよ。さすが釘宮さん。さて藤田、さっきの効果はどうかな。踊りに行く。いつも通りに踊りたいのに、体のネジが緩い感じだ。あ、腰が。どうなってるんだ僕は。これじゃ動きすぎだ。止まれ13だ。ぶつかるぞ兵道くん。何してくれてんだよ。次回どう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。